ですけれども、結構そのいろんな人に言われるのが、神社とお寺ってどっちがどっちみたいな話って多いと思うんですけれども、はい、加藤さん自身もやっぱり聞かれたりすることってありますか？あの、神社の子だったっけ、お寺の子だったっけみたいな話。聞かれることも多いですよ。お坊さんとかお寺っていう風に言われることも多いですよね。もう確かに似てる部分も結構多いとは思うんですよね。あの、まあ、神仏集合とかもあったりしたところもあって、結構、あの、同じになってる部分もあったりすると思うんですけど、逆に若干違う部分とかもあるのかなって思っていたりして、そんなところを今日少しお話をできればなって。神社っていうものがそもそも今だと、まあ、社殿って言われるすごい立派な建物がドンってあるのがイメージ神社なんですけど、実は原型は少し違ったっていう話をお伺いできると聞いていたんですけれども、ちなみにその神社の原型って どんな形だったんですか？はい、先ほど河村さんがおっしゃってたその水とか川とか山とか木、まあ、ああいったところに自然の命の力を感じてたっていうところがきちんと神社の原型であるっていうのは間違いないと思います。で、そういったところを正規として定めて、まあ、神様をお招きするお祭りをしていたと。いうのが神社の原型。私昨年の初詣で初めて三輪山に行かせていただいたんですけれども、あの三輪山とかって鳥居はありますけど、その奥行ったら山がドーンってあるっていうイメージがあって、あれはやっぱりその山自体が神社といいますか、あの社みたいなイメージをしておいたらよろしいんでしょうか？そうですね、もう山自体がお神様であるっていうようなイメージでお祈りしてるっていうところ。岩にあのしめ縄みたいなのが巻いてあったりとかっていうのもあったりしたんですけれども、あれはその岩自身が神様だっていうイメージなんですかね？そうですね、岩に神様が降りられる場所であるっていうと、降臨される場所で、そうですね、なので昔はああいうしめ縄を巻いて人が入れないようにして聖域として守りながら、祭りを通して、日々こう暮らしていってたっていうところ。あのしめ縄自身がその守るような意味もあるなんですね、そうですね、なんとなくなんですけども、ああいう風に聖域を区切られてると人間の心理か分からないですけど、やっぱり入れないような感覚です、ね、なんかその地域によってやっぱりその岩であったりとか、あの海に向かって鳥居があったりとかっていうのもあると思うんですけれども、まあ、その対象っていうのは本当に地域でバラバラだったんですかね？地域ごとによって信仰の対象といいますか、その神様を感じるところっていうのは違うと思うんですね。海が近ければ海、うん、なのでやっぱり漁業をしている方が多いと思うので、うん、海上安全のやっぱり神様をお祭りしてお祈りをする。もうまさにその神様を感じる場所っていうのがすごい面白いなって思っていたりして、あのお寺とかを建てるときはどちらかというとここにこういう仏さんがいたらいいなみたいなニュアンスで建てることが多くて、うん、まああの結構昔に戻ると聖徳太子とか、あの蘇我馬子とかがいる時代とか、まさにお寺がどんどん出来出した頃って言われていたりしますけど、あの薬師如来がめっちゃ多いんですよ、その当時、はい、でなんで薬師さんかなっていうのを由来それぞれのお寺見ていくと、やっぱりその何かしら治してほしい人がいて、例えばお母さんが病気になったりとか、弟が病気になったであったりとか、その人たちを治してもらいたいから薬師さんを祀ってあのお祈りをした。なんかその地域というよりも、まずはそのご利益のベースでここにこういう仏さんがいてほしいみたいな、神道のそれこそあの神社っていうものを考えると、どちらかというとここにこういう神さんがいるだろうっていうところがベースになってるっていうことなんですか？そうですね、ただその後やっぱり平安時代から変遷していって、今はそのおっしゃってた通りこういった神様が言ってほしいっていう願いから誕生って言ってお御霊をお移しすることによってその地域の繁栄につながっていくっていうやり方は追ってるので、だからこそやっぱり神道と仏教、神社とお寺って共存してきたのかなっていうのをすごい今お話伺ってて思いましたね。確かにそうですよね。あの、お稲荷さんとかすごいいろんなところにいらっしゃいますよね。あの、商売繁盛したいところとか、まあ、恵比寿さんとかもそうだと思うんですけど、似てるとこもありますね。ここにこういうのがあってほしい。あとはその、やっぱりその建てられるようになった理由として、結構お寺で、まあ多かったのは、もともとそのインドの時のお寺っていうのは、まああの、少女っていう言い方をされたりして、あの、修行僧が集まって、まあ修行する場所とかニュアンスが強かった。
ですけれども、まあ、もちろんあのお坊さんがいる場所っていう前提は変わらないんですけど、中国に行くとそこであのお寺を建てること自体がその人自身のご利益でなるべく建てた方がいいよっていうので、とりあえずボボボボ建てるようになったっていう、それが日本に来たので日本でも大使でボボボボ建てるようになったみたいな、まあ、建てること自体に意味があるみたいなあの考えがあったりしたんですけれども、神社の中でそのこの建てることに意味があるっていうのはどちらかというと神様が現れるので、そこをしっかり守っておかないといけないっていう、そのなんか守護みたいなイメージであったり、あとは尊敬の念みたいなところが強かったのかなって気がしたんですけど。そうですね、まずその神様が住まう場所っていうような感覚はあるんじゃないかなっていう、人が少ない場所に神社が多い理由っていうのもやっぱり神様が住まう場所であるから、やっぱり自然の近くにあったりとかはしてるので、はいはい、そういった意味ではお寺とちょっと機能が違うのかもしれないなっていうのを感じずって思いますね。伊勢神宮の話とかでも確かそのどこに祀ったらいいかっていうのをずっと歩き回って神様の意思でそこがいいっていうご神託があって選ばれたみたいなのを聞いたことがあったりして、でその神様自身がここにいた方が喜ぶだろうっていうニュアンスで作られることが多いんですかね。そうですね、特にその由緒が古いもう何千年も前の神社っていうのはやっぱりその神様のお言葉を聞いた上でこちらにお祭りしようっていう形が多いとは思いますね。ただまあ時代がこう発展するにつれて人々の願いから神社ができることっていうのも多いので、両極端にならないのがすごいいいのかなっていうふうに、もう神社自体もやっぱり神様と人のために役立つためにはこういった形を取らないといけないところはあると思うので、そういった部分ではうまくやってきてるなっていうふうに。そうですよね、なんかよく言われるのが日本ってクリスマスもあるし初詣は神社に行くし除夜の鐘はお寺だし、え、何を信じてんのって言われます。そうやってあの受け入れていくというか、うまいこと教会を作らないことであの対立もしないし共存しているっていうのは絶対あるんだろうなっていうのを思っていたりして、そこは良さでもあるのかなって私自身も思っているので、あのそこはおっしゃる通りかなって今すごい聞いてて思ったりしましたね。そうですね、特にそのイギリスに行った時思ったのは、 はい、あなたは何の宗教かっていうのを聞かれることは多いと思うんですけど、これをやっぱり日本人って一つで答えられないと思うんですよね。そうですね、無宗教とも言い切れないし、やっぱり生活習慣の中に根付いてる部分があるので、やっぱりこうさっきおっしゃってた境界線で区切れないってところ、曖昧であるからこそいろんな宗教に寛容であり、まあ、共に生活できるっていうところはすごい日本の良さであるし、ここを私も自身も大切にしていきたいところではあるなと思います。なんかその良さは絶対残した方がいいところだし、あのだからこそ持続するっていう、まあ、なんか最近よく SDGs って言葉あったりすると思うんですけど、そこもやっぱりその教会を作らないことで SDGs な社会を作っていけていたっていうのはなんかあったりするのかなと思っているところもあるので、似通った話として今の神様っていうものの原型っていうのは、まあ、あの神様って私自身の解釈なんですけど大きく2種類あるのかなと思っていたりしまして、まあ、その自然の神様っていうところと、あとはまあ人間のものの神様っていうところ。まあ、例えば、私がすごい昔衝撃受けたのが、その、織田信長の神社とかがあるんですよね。京都ですと。あの、豊臣秀吉とかもありますし、あれ、それって、生きてた人で、それって神さんでいいんだっけっていうのが、もともとあったんですけど、実は神様はご先祖様だよっていう前提をその後知ることによって、あ、そうなんかって思ったりもしたんですけれども、まあ、あの自然の神様とそのご先祖さんの神様っていうのは、まあ、ある意味で一緒だと考えるのであれば、その自然の恵み自体もご先祖さんが作り出したってものなのかっていうところはどっちなんだろうなっていう気がちょっとしていたりして、まあ、これ全然答えない話だと思うんで、加藤さんの中での、あのご意見をぜひ聞いてみたいなと思ったんですけれども、あんまり区切れないのかなっていうふうに思ってまして、うんうんうん、古事記っていう日本最古の歴史書を読んでると、自然と神っていうのはすごい曖昧にこう、そうですね、発生していってるところってすごいあるなって、うんうん、確かに確かに。何かこう、個別に神様を捉えることってなかなか難しいと思ってるんですよ。だから、
あらゆるものってつながってるなっていうふうに思うので、まあ、分かりやすく言うとその自然の神様、人間の神様っていうふうに言えると思うんですが、そこには全てつながりがあるっていうふうに私は感じているところがあります。お話伺っていて、あ、そうかなと思ったのは、まさに古事記とかそうですよね。結構イザナギとイザナミの産んでいた子供って、あの大陸も産むし、あの火も産むしっていうのもありますし、そしたらツクヨミとかツサノオとかで海や言うてたら海の神じゃなくなったりもしますし、人間っぽい面もいっぱいあるしみたいな。自然の現象っていうものを、まあ、ご先祖様のお力っていうふうに感じられることもあるんじゃないかなっていう気はしますよね、そういう意味では、うん、私自身も祖父も神社の神主だったんですけども、中学生の時に亡くなって、どういった神主さんだったかっていうのははっきりと鮮明には覚えてない部分もあったりはするんですけども、まあこうふと何か海を見てる時にこう思い浮かべたりとかする時って、やっぱり自然になんとなく感謝する思いとその祖先に感謝する思いがこう一緒になって感じられることってあるなっていうのをすごい思いますね。おっしゃる通りだと思いますね。結構その仏教でいきますと、その先祖っていう考えでいくと、うちの宗派では幻想回向っていう考え方をしてまして、これはあの極楽に亡くなった後に生まれ変わられて修行をした後に、その修行を終えられてからですね、あの仏様になられてから帰ってきて、もう見守ってくれる存在としてご先祖さんがいらっしゃいますよみたいな話があるんですけれども、こういう見守るっていうところが少しつながっているのかなっていう気も今しましたし、やっぱりそのどちらをとっても、あの先人の知恵って言い方もよくしますけど、まさにあのご先祖さんを大切にする、あの自分が生まれたご縁を大切にするっていうのはどちらにもあるのかなって、今それはむしろ共通点と言いますか。そうですね、私も小さい頃実は母方の方はあの仏教の方だったので、お経も読んで、なんか読んでて、まあまあ、早くあの祖父が亡くなったので、そういった意味ではこう祖先に感謝する感覚っていうのは宗教問わず感じられることじゃないかなっていうのは、幼少の頃の体験ってすごい大事だなって思いますね。やっぱりこうどうしてもあの成長するにつれて神社お寺から離れてしまうことってあったりすると思うんですけども、でもなんとなく心の中には残ってて、でそれをやっぱり心のふるさとっていう風に帰ってきた時に感じられる感覚を小さい頃に醸成しておくと、まあ、心も安定していくことになるんじゃないかなっていうのは最近同世代の方とか見てると思います。ああ、いいですよね。あの、帰るべき場所といいますか、まさに神社っていう、その、氏子っていう考え方って、あの、別になんか契約書で氏子ですとかにするというよりも、その地域にいたら、まず氏子ですよ、みたいな考え方だと思うんですけれども、なんかそこも、あの、帰ってくるべき場所といいますか、やっぱりその、生まれた場所を大事にしようっていう思いにつながってるのかなって思うので、あの、今の帰るべき場所っていうのはなんか、すごい、あの、私自身はしっくりきたなって思ったりしたんですけれども、ちょっと次の、あの、話題としていただいているところに行こうかなと思うんですけれども、手水舎って読んだりとか。